リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ、お久しぶりです。はい、とても久しぶりに動画を撮影しております。なので、なんだかね、緊張しております。いやー、皆様、私のこと覚えてますか？そうです。あの、テンションの人です。はい、ということで、まあ、ここ2ヶ月ね、ちょっと時間が取れずですね、なかなか生配信も動画もちょっとアップしていなかった状態になります。まあ、何があったかというと、まあ、ざっくりね、お伝えすると、じゃあちょっと大津風に行きますか。活動してなかったこれまでの3つの出来事。1つ、リンと会社が潰れる。2つ、リンと転職をする。3つ、リンと新たな人生を歩む。はい、というこんな感じですね。はい、ではちょこっと詳しく説明をしていくと、まあ人を会社が潰れるなんですけれども、まあ前職ですね、お電話をこう取る仕事、まあこうは取んないけどね、こうじゃなくてここにこうね、あのインカムみたいのねつけながらですけれども、はい、なのであれですけれども、まあお電話を取るお仕事だったんですけれども、そのお仕事場がですね、塵のごとく消えてなくなりました。で、ちょうどその時期にですね、ちょうどその時期の説明をすると、あの雨上がり決死隊の宮迫さんの闇営業問題ってありましたよね。はい、あのちょうどその時期でございまして、で詳しくは私も知らないんですけれども、あの時期暴力団関係にガサ入れがあったらしいんですよ。で、そのガサ入れで摘発されたのが私の職場で、あの大々的にニュースにはなってはいないんですけれども、個人情報の流出があったそうなんですね。で、その結果、まあ職場がなくなるという状態でございました。で、その煽りを受けてですね、まあ転職活動をまあ始めて1ヶ月ほどで転職先が決まりました。で、まあ、現在そちらの方で働いているという状況になります。で、まだね、覚えることだらけでございまして、なかなかってところなんですけれども、まあ、ようやく落ち着きまして、まあ、そして、三つ目でお伝えしたところなんですけれども、新たな人生ということですが、転職をしたちょうどその時期にですね、まあ、パートナーができました。とても個人的な内容にはなってしまうんですけれども、まあそんなこともあってですね、まあその方と一緒にいる時間をとっていたりだとか、まあ、あとは普通に仕事で大変でなかなか活動する時間が取れなかったりだとかというところで、こんな形になっています。そしてですね、8月は特にですね、ビアガーデンの時期ですよね。皆さんにビアガーデンに誘われましてですね、まあ、引っ張りたこでございました。週4ぐらいで行ってたので、まあ、頭おかしいですよね。いやー、ただ酒って、うまいっすね。はい、ってことでね、なかなか活動できていなかったんですけれども、まあ、これからは少しずつ今までと同じように動画は上げていくとは思いますが、不定期にはなるかなと思います。なのでね、定期配信などはお約束できませんので、ゲリラ的に生放送やっていくかなというところです。まあ、定期放送日なんとなく決めたりはしてましたけれども、その辺も変わっていくかなと思います。なのでね、定期放送日の入った、宣伝用動画ありますけれども、あの辺もなくなるかと思います。はい。まあ、そちらは新しく作っていこうかなと思うので、よろしくお願いします。まあ、なんというか、リア充爆発しろとか、ニフラムとか、お祝いのコメント待っております。まあ、まずはね、ドラクエのリハビリ配信から始めていくかとは思うんですが、これからもよろしくお願いいたします。ということでね、以上、リンとでした。バイバーイ、まったねー。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンとでした。バイバーイ。